そうだな。うわ、出た。仕入れを手伝え。拒否権はないのかよ。ここにメモしたから。店には伝わっているのか。ああ、大丈夫だ。私は高貴なる宇部シャレ子様の従順なる下僕。約束の品をもらい受けに来た。と言えば伝わる。なんだよそれ。じゃ、あとはよろしく。私はいつもの場所で待っているからな。あ、おい。はあ、まあいいか。とりあえず裏通りの万国伝書に向かおう。すいません。はいはい、どうしました？シャレ子さんのお使いできたんですけど。ああ、君が下僕か。なんだ、若いのに大変なんだな。はい、これをどうぞ。え、これは何ですか？アタッシュケースに入れるようなもの。くれぐれも慎重に運んでね。なんかめちゃめちゃ不穏なんですけど。まっ、そのうちわかるんじゃないかな。一体俺に何を運ばせるつもりなんだ。とりあえず次はスクモパソコン館だな。いらっしゃいませ。何かお探しの商品はございますか？シャレ子さんのお使いなんですけど。シャレ子様の。シャレ子様？なるほど。ということはこちらをどうぞ。今度は霧の箱？これでやっと解放される。なんか怯えてません？え、いえ。それじゃあ僕はこの辺で。はあ、一体何だって言うんだよ。次で最後だ。で、最後は電気街口の路地裏？絶対に怪しいやつじゃん。言葉を言え。え、もしかしてこの人がシャレ子さんの合言葉だ。それってさあ、早く。くそ、私は高貴なる宇部シャレ子様の従順なる下僕。約束の品をもらい受けに来た。よかろう。ああ、屈辱だ。これを君に。って今度はポチ袋？シャレ子様によろしく伝えてくれ。くれぐれも丁寧に運ぶように。たく、最後は何なんだよ。だけどこれで全部揃ったな。さっさとシャレ子さんに届けちゃおう。全部受け取ってきたぞ。うん、ご苦労。一体俺に何を運ばせたんだ？知りたいのか？知りたいような、知りたくないような。知りたいなら金を払え。そうだな、5万円でいいぞ。あ、誰がそんな金払うか。だったら1万円でいいぞ。だから払う金はないから。仕方あるまい。今日だけは無料にしてやろう。喋りたいのかよ。これが正体だ。じゃ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 ーん。マジかよ。というわけだ。それじゃ
私は仕事に戻る。またよろしく頼むぞ。なんだよ、幸せの白い粉って。まさか運んだ俺が捕まったりしないよな。そうだな、仕事を頼む。断る。報酬は弾むぞ。報酬だと？取引成立だな。いや、俺はまだ何も。それじゃ、これを届けてくれ。宛先は書いてある。私はいつもの場所で待っている。素晴らしい働きを期待しているぞ。くそ、押し付けられた。いつかなんかいい匂いするな。まずはニャンドリーミンに持ってくか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。これシャレコさんから渡すように頼まれたんだけど。にゃにゃにゃ、シャレコさんの下僕かにゃ。下僕じゃない。どうでもいいにゃ。ちょうどお腹が空いてたにゃ。お腹が？にゃにゃーん、シャリコさん特製のケバブにゃ。は？いただきまーすにゃ。俺、なんでケバブ運ばされたの？ていうかシャリコさん何してんの？何って、そんなの決まってるにゃ。秋葉原で密かな大人気、シャリコお姉さんのケバブ屋だにゃ。え？ケバブ屋？一度食べたら癖になる魔法の粉がトッピングされたミラクルケバブニュー。魔法の粉？それやばいやつじゃん。シャレコパウダーはその製法がトップシークレットニュー。知りたいような知りたくないような。それじゃ宅配ありがとニュー。あの人一体何者なんだ。次の届け先で分かればいいけど。今度はイザナギ京也。一体何を届けさせられるんだよ。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。これ届けるように頼まれたんだけど。来たか、夕闇の幻影なる女王の下僕よ。ああ、もういいや。で、お前は何を頼んだんだ。大会の覇者の八つ足を犠牲にし、そして罪なる粉が降り積もった温かなる報告だ。たこ焼きかよ。では、いずれまた。はあ、たく何なんだよ、意味わかんねえよ。最後はスミレのエデンじゃん。明美さんならシャルコさんの正体を知ってるかも。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。シャレコさんのお使いで来たんですけど。あ、シャレコの？おかしいわね、私は何も頼んでないわ。え、それじゃあこれって。それ頼んだの僕です。なんだ、カナタだったのか。で、何を頼んだんだ。これです。これって、え、野菜増し、ニンニク増し増し、油増し、ラーメン増し、パウダー増し増し増しです。ラーメン？つかパウダー増し増し増し。食べたかったんです。食って大丈夫なのかよ。ええ、私が保証するわ。シャレコはね、そういうのはしない主義だから。そういうのって、つか明美さん、やっぱりシャレコさんと知り合いなんですか。まあ
古い仲よ。お互いに秘密を共有したね。ってことは、ああ教えてあげられないわ。気になる。これで出前は最後なんでしょ。だったら報告がてら聞いてきたらいいわ。シャレ子が一体何者なのかをね。配達終わったぞ。うむ、ご苦労。っていうか、なんでケバブにたこ焼きにラーメンなんだ。そんなの副業に決まってるだろう。金儲けのためだ。じゃあ、シャレコパウダーは？トップシークレットだ。企業秘密を話せるわけないだろう。企業ってなんだろう。そんなに私のことが知りたいのか。ああ、それは恋だ。はあ、もういいや。いいのか、報酬はまだ渡してないんだ。ああ、忘れてた。はい、これゴムボール。言ったろ、報酬は弾むと。え、それじゃ、また頼むからな。俺の頑張りって、一体。相変わらず暇そうだな。はあ、で、今度は何？新しいパソコンパーツを研究している。それで？そのための素材が必要だ。復活した妄想師を倒してこい。じゃ、あとはよろしく。説明足りてないから。強いパソコンパーツ欲しいだろ。それはだったら取引成立だ。本当に作ってくれるんだろうな。ああ、私は嘘はつかない。だったら俺からも取引だ。素材を集めてくる代わりにお前の正体を教えろ。地味に気になる。約束しよう。それじゃ取引成立だな。で、どこの妄想宮にいるんだ。自分で探せ。それじゃ。あ、おい、とりあえず適当に回ってみるか。立花、言いやがったぜ。それじゃ、カエル退治しようか。敵は一体、余裕しゃくしゃくっち。これが本気だ。イマジンフィールド、いつでも展開できるっち。水木、ユーディーとしてなかなかやるっち。
大したことねえな。ヤマト、ちゃんと素材拾っとけよ。扉を発見ち。朝日さん、いました。それじゃ、やっつけちまうか。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。見とけよ。イマジンフィールド、いつでも展開できるっち。水木、よし、素材をゲットだな。扉を発見ち。相変わらずかっこいいじゃん。だけど、倒させてもらうな。敵は一人ぼっちっち。こんなの楽勝っち。これが本気だ。シャッキーヘッドホン到着っち。ヘッドビートだよ。なかなかやるっち。ヘッドビートだよ。ヘッドビートだよ。俺の妄想種、しっかりと有効活用させてもらうからな。
扉を進むっち。気をつけて。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。モノトーンも悪くないじゃない。もったいないかもしれないけど、ここは倒しちまおうぜ。敵は一対一、余裕しゃくしゃくっち。勝手けよ水木。オラオラ攻めるっち。なかなか手ごわかったな。朝日、ちゃんと素材を拾っときなさいよ。扉を発見地ノック。扉を進むっち。朝日、遠慮しなくていいからね。まあ、わかってるって。敵は一体、余裕しゃくしゃくっち。これが本気だ。敵が満タンっち、絶好のチャンスっち。素材を落としたみたいだよ。それじゃ、ありがたく頂戴しよう。扉を進むっち。
私の妄想にしてはちょっとだけ趣味じゃないかも。だったら遠慮せずに倒そうぜ。敵は一対一、余裕しゃくしゃくっし。素材を落としたみたいだぞ。それじゃ頂戴しちゃおうかしら。扉を発見っち。いろいろショップっち。何か補充しとくっち。扉を発見っち。復活しやがったか。さっさとデバッグしちまおうぜ。ああ、一丁やるか。敵は一対一、余裕しゃくしゃくっち。これが本気だ。水木、オラオラ攻めるっち。ニュービートなかなかやるっち。なんとか倒せたな。で、これが素材か。一体どう使うんだかな。よし、これで素材は集まった。それじゃさっさと届けに行くか。そしてついにシャレ子さんの正体が。はい、これ言われてた素材集めてきたぞ。うむ、ご苦労。で、約束は覚えてるよな。お、無論だ。それじゃあ教えてくれ、ウベシャレコ、あんたの正体を。私はシャレコウベだ。それ以上でもそれ以下でもない。は、これで私の正体は教えた。は、もう落ち着くんだ。おかげで新しいパソコンパーツが完成する。まさか、くれるのか。うん、いいだろう。ありがとう。どうぞ。金と引き換えだ。はぁ、ヘイ、マイダーリー。